国際協力 NGO、ワンワールドワンピープル協会、ちょっと長くてみんな覚えにくいもんですからね、ワンマン、俗称ワンマンです、どこでもワンマン、いつでもワンマンというふうに覚えていただきますとですね、簡単かと思います。で、何をやってるのかと言いますとですね、スリランカのお母さんたち、そして、子供さんたちを、支援しています。どんな支援かと言いますとですね、子供たちには幼稚園、そして子供とお母さんたちには井戸。なぜ井戸かと言いますとですね、水汲みは女子供の仕事なんですね。そうするとですね、井戸が30分もある遠くに、あるいは水を遠くに30分汲みに行くとですね、1日5回汲みに行きますから5時間なくなっちゃうんです。そうするとお母さんも子供も幼稚園作ってもですね、幼稚園行ってる暇がないんですね。それで、井戸作りと幼稚園作りが国際協力、そしてその地域の、お役に立っている、そして安全な水の、確保するということをやっています。それでは地域中央区の皆さんにはどんな貢献があるのかと言いますとですね、スリランカの人たち笑顔が素敵なんですね。でスリランカに行きますとね、笑顔で帰ってくるんです。井戸掘りと幼稚園作りですね、皆さん一緒に行きますとね、素敵な笑顔で皆さん帰ってきます。学生さんだけじゃないんです。一番お年寄りはですね、私どもの会長が86ですけども、もっとお年寄りもですね一緒に行きまして、とても元気になってきて、老人ホームいらなくなっちゃったなっていうくらいですねお元気になるような、そんなようなことをですね、循環させております。一つお願いになります。皆さん紅茶飲んでください。紅茶飲みますとね、 NHK はインフルエンザには紅茶、10秒でインフルエンザのウイルスはですね死んだそうです。 NHK 言ってました。で、私ども活動資金とですね支援資金作りは、紅茶を使っております。美味しい紅茶を私どもからどうぞご購入ください。そして皆さんの健康づくりにも、そして、スリランカの地域の笑顔づくりにもですね、紅茶をお役立てください。